日興はフーマジャパン2011国際食品工業展において産業技術総合研究所と共同で開発した農水産物加工向けの全周3次元形状計測システムの試作機を参考展示しました。このシステムは不定形な加工対象物をベルトコンベヤーで搬送しながら4セットのステレオカメラで全周3次元形状を計測できます。この3次元形状データをもとに対象物を一定の大きさに切り揃えるための自動加工データを生成し、これをもとに加工することで歩留まりの向上や生産性向上が期待できます。昨今 その水産関係におきまして、原料がかなり値段が上がってきてまして、加工した製品をもう全てロスなく製品にしたいと、加工精度を重視した形の需要がかなり増えてきておりまして、どうしても水産のものですと上面だけの計測ですと精度が維持できないと、裏面の見えないところの形状によって加工精度が著しく悪化するケースがありまして、で両面計測で完全な形の姿勢を計測したいという需要があります。このシステムはコンベヤー状の隙間を通過する際に上と下から撮影することで、一度の撮影で表と裏の形状データを取得できます。切り身の重量などの加工目標値は任意に設定でき、今後はこれに基づいて加工するシステムを構築していく予定です。弊社は計測から後ろの加工のアプリケーションをずっと製品として出しておりまして、で今回はその短い隙間で裏面から計測をするという方法がうちの方では技術的になかったわけです。で産総研様 のステレオ計測技術というものが少ない隙間からでも安定した計測ができるということをお聞きしまして、そちらの方で技術的にタイアップをいただいて開発にこぎつけたと。今後はシステムの高速化や低コスト化を進める予定で、2年以内の製品化を目指しています。